入りなさい。はい、バルター・フリック、入室いたします。守備は上々といったところかしら。は、滞りなく固定リルでの徴収が完了いたしました。セテア様にいただいた許可証のおかげであります。そう、役に立ったのなら用意した甲斐もあったわね。レナード騎士団長は、こたびの招待運用が耳に入らないよう細工しています。知れば必ずや陛下のもとへ任務内容を問いただしに向かうでしょうからな。それでいいわ。お父様が出した方針はまだまだ。王の言葉は直接それを聞いた者にしか届かない。騎士団はそれで罪悪感を消し、行いを正当化することができるでしょうけれど、実際に財を奪われる民衆はそうもいかないでしょう。王が言葉を発したかどうか確かめる術すらないのだからね。どうしても疑いの念が生まれ出て、それが不満がつながっていく。だからこそ許可証なのですね。命じられた通り民の目に入るよう提示しました。同時にこの行動は王の認可が降りているものと言葉も発しております。それでいいの。民が不満を持っても、それを堂々と踏みつぶすための手段を用意しなければ、ね、そうしたら無駄な労力を割かずに済むでしょ。威風を抱かせるには想像力を促すのが最適でしょう。でもね、それに物質的な形を与えることで、それは他者に付与することも可能なの。バルタ、あなたの言動には王の権力が。ドキするもの。他者に責任を押し付けつつも、自由に他者を虐げられる。そんな心躍る状況、なかなかないわよ。死刑、つい笑みが。いいわ、その顔はとても好ましいもの。人の本性が出てる表情は見ていてとっても嬉しくなる。まるで
仲間を見つけられたようで、ね、いや、セフィア様は素晴らしい素質をお持ちですな。忠義を捧げようと思えるのです。あなたには私がいる。あなたの言動を私が支えましょう。あなたに第二王女セテアの名を使う許可を与える。どういう意味かわかるでしょう。拝命いたしました。このバルターフリック御身に神明を捧げましょう。王国騎士団という暴力を有意義に運用してみせます。それにしても少し意外だったよ。マルクのことだから真っ先に騎士団へ突撃すると思ったからさ。安心した。冷静に状況を見極められてるんだね。そうだね。狩りの真似は冷静さを失った者から命を落とす。賛成だ。大まかな方針としてはそうだね。各町を巡っての情報収集は第一としても、人が増えるほど動きが悟られる。むやみに声をかけてどんどん仲間にしていくのは反対かな。そうだね。派手に動くのは決定的な時だけにしよう。マルク、行き先はどうする？まずは西方面にある首都サンタリアかな。辞典はアムレシー。サンタリアに次ぐ人口密集地だ。
あとはアムレントかな。立地的にある種の独立形態を保つ街だ。ああ、それと固定リルからだとリヤマにも行きやすいね。小さいからこそやりやすいとも言える。どこに向かうかはマルクに任せるよ。ああ、他にもラキメルやユイドラもあるけれど、コテイリルとは直接街道がつながってない。ラキメルに行くならまずはサンタリア、ユイドラに行くならまずはアムレントに行く必要ありだ。そうだね、檻を見て様子を確かめに帰ってこよう。また狩りに出かけるなら湖畔の新緑に行くといいよ。マルク、どうかしたかい？説明を始めます。覚えておいてください。始めようぜ。冷静に行こう。これで空始めようぜ。冷静に行こう。これで空よし、やってやるぜ。
冷静に行こう。これでセイ。始めようぜ。冷静に行こう。これでよし、やってやるぜ。冷静に行こう。せい。あ。始めようぜ。冷静に行こう。覚えておいてください。何が欲しいんだ？次も頼むぞ。自分たちで解決できない事案があれば優先的にだね。でも山賊や戦争状態の兵士じゃないからね。わざわざ建物を狙って傷をつけたわけじゃないと思うけどね。武器を振り回したわけじゃないだろうけれど、隠してる物資を無理やりに探し出すとかはあったんだろうね。なんだマルコ、おい戻ってきたのかよ。
そうじゃねえが、いいのか、ここでグダグダしてて。そりゃありがたい話だ。何か僕たちに頼みたい仕事はあるかな？もちろんあるぜ。素材を取ってきてほしい。どんな素材でも今はありがたいって言いたいところだな。動物や魔物の皮があると町の奴らに仕事が増えて助かる。原料がないと商品を作って金を貯め込めねえ。そして金がないといろんな物資が補充できなくなるか。ありがたい。頼んだ。いくつか候補はあるけど、魔獣が住み着いてる場所といえば、漁師のお仕事開始だね。張り切って潜ってこようか。仕方ないよ。名前の通り、中には魔獣がうようよいる。いつ戦闘になってもおかしくない。警戒を強めていこう。ここからの問題はどこまで潜るかだね。奥深くにはそれだけ強く厄介な魔獣が住んでいるよ。そうだね。商品価値の高いものが取引できれば町のためになる。よし、やってやるぜ。
冷静に行こう。せい、はっ、始めようぜ。冷静に行こう。せい、はっ、敵が来たよ。冷静に行こう。空、始めようぜ。冷静に行こう。せい、はっ、始めようぜ。冷静に行こう。これで空、始めようぜ。冷静に行こう。空、始めようぜ。冷静に行こう。これで敵が来たよ。冷静に行こう。せい、はっ、始めようぜ。冷静に行こう。これで空、力がみなぎるぜ。敵が来たよ。冷静に行こう。せい、はっ、始めようぜ。冷静に行こう。これで、せい、はっ、
敵が来たよ。冷静に行こう。始めようぜ。冷静に行こう。ソラ。スイッ。ハッフ。ハッフ。始めようぜ。冷静に行こう。これで。ソラ。ハッフ。始めようぜ。冷静に行こう。これで。せい、あん。ハッフ。始めようぜ。冷静に行こう。せい、あん。ハッフ。始めようぜ。冷静に行こう。これで。ソラ。何の用かな。また来てよね。いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうよ。何が欲しいんだ。次も頼むぞ。
越しください。説明を始めます。よし、やってやるぜ。よし、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 達成だな。いらっしゃいませ。またお越しください。敵が来たよ。冷静に行こう。せい。せい。は。始めようぜ。冷静に行こう。始めようぜ。冷静に行こう。ソラ。始めようぜ。冷静に行こう。これで。そろそろ探索終了かな。マルク、気をつけていたと思うけれど。僕らも控えないとね。ここは町にとって大切な資源でもある。
でもなのか。いや、最近は空気が冷たいなと思って。そのままのいいんだよ。確か去年もそうだったけれど、まだ暖かい時期のはずなのにどうにも気温が低い気がしてね。気温が低い状態が続けば農産物の収穫量が減ってしまうんだ。農業で稼ぐ平民は多い。多くが貧困にあえぐことになるだろうね。その上で収穫量が減るというのは、騎士や貴族を刺激する危険性がある。マルク、どうして騎士が町や村から徴収するのか分かるかい？部隊を運用するとね、物資が足りなくなるんだ。そう、部隊を派遣するときはあらかじめ2段に食料を積んでいく。だけど長期的に運用すればするほど物資が足りなくなるんだよ。やがて足りなくなった物資をね、現地で補充するんだ。国王や貴族の承認を得ての徴収だからね、平民は逆らえない。税を納めるのとは別に、突発的な徴収が起こるのはそのためだ。話を戻すけれど、低い気温が続き農作物の収穫量が減るというのは危険なんだ。人口が多い土地ほどその問題の深刻度合いが増していく。全体量が減れば備蓄にも部隊運用の際にも影響が出るからね。そんなことはないよ。前にそういう教育を受けただけだからね。
した理由はないよ。新しい生活をしたかったってだけでね。生まれの身分も血統も関係ない場所で自由になりたかった。決められた道をただ歩かされるだけのような人生だったね。何が正解かは最初から決められていて、それ以外の選択肢はつかめなかった。窮屈で息苦しい場所だったよ。伝統を重んじる固い家だった。今思えば贅沢な悩みだったんだろうけれどね。もちろん今はとても楽しいよ。充実していると断言できる。ニケルティ王国は今危うい状況だと思うけれど、それでも僕はそんな苦境にどう立ち向かうかを自分で決められる今が好きだ。たとえ道半ばで命を失っても、自ら選択した結果だと後悔なく行けるだろう。自分の生き方に納得できるかはとても大事なことだ。僕が求めていたのはきっとこういう暮らし方だったんだろう。なんだい？口説くつもりならお酒の席がおすすめだけど。それは同感だ。さあ、町のためにできることがないか探すとしよう。その果実だがまだ熟してない。かじろうものなら腹を下すよ。失礼、君の目利きの腕を疑ってたわけじゃないよ。いつもより剪定に時間がかかってると思ってね。ほら、今も手が止まってる。仕事で悩みがあるなら喜んで聞き役になるけれど。
まずは話の前提を共有しようか。戦闘技術と称した方が適切だね。確かに植物や鉱石、そういった素材だけを集めて暮らすわけにもいかない以上、動物や魔物の狩猟、それに彼らの縄張り争いに巻き込まれて戦闘に発展する機会は多い。さらに言うなら、戦闘技術が高ければ質の高い獲物も狙える。より良い仕事のためには自己の鍛錬は不可欠だね。それで合理的に戦闘技術を高める方法ということだね。いや、ただ厳しい修行を避けたいだけに思えてならないね。今の話聞かせてもらったぜ。そう言うな。なら俺からもとっておきの話だ。ここから南方にあるミケルティ王国とディスナフロディ神権国との国境にな。手っ取り早く簡単に強くなれる迷宮があるって噂を聞いたんだ。しかも迷宮の内部には財宝まで眠ってるって話だぜ。眉唾物じゃないかい？そんな都合のいい場所があるなんて。そりゃうまい話だけとはいかねえ。いいことばかりが起きるとは限らないとも言われてる。噂なんかに惑わされるのはごめんだ。でも事の真偽を確かめるというなら賛成だよ。
なんだか前に来た時より女性が多いように見えるね。そうかもね。きっと人が多い場所へ流れていったんだろう。まあこの国だと行き先はサンタリアかな。そこら辺はほら、人間雨風をしのげるなら多少は雑でも大丈夫でしょう。そう思いたくはないけどね。いろいろ考えられるけれど、その特産品が順調に作れなくなってるのかもね。人手がいなくなるってことは職人の数も減るだろうし、それ以外の生活を支える人も減るってことだ。売買できる商品が少なくなったら行商人の出入りも減るだろう。僕たちにできることは見つかったんじゃない？そうすれば少しは役に立てるかもしれないね。マルクさん、レイリーさん。よかった、無事にリアマまで戻れたんだね。はい、あの時はお世話になりました。命の恩人って大したことあると思いますが。コテリルからのキロは一人にならないよう注意したかい？気をつけました。リアマに戻る知人と一緒に行けることになったので大丈夫でした。コテエリル大丈夫でしたか？街が荒れてて、うつむいた人も多くて、騎士団の人たちが街のものを持っていったって聞きました。本当に騎士団の人が？信じられません。ね
い。怪我は大丈夫だったんですけど、頼まれた用事が果たせなくってみんなに申し訳なかったです。あ、お店によっていろんなものを見てもらったんです。でも運んでもらって悪いけど今はお金を出せない。言われてリアマにすぐ戻ったんです。なるほど、そういう用事だったのか。ソフィアさんはリアマの特産品を売買しに来たんだね。はい、リアマの代表として若くて体力あるからって。次に行商人さんが来てくれる日遠くって。でもそれだと生活できなくなってきて、それで固定リルにリアマの特産品を売りに行ったけどうまくいかなかった。お金もそうですけど、糸とか布の素材が欲しかったんですが、それも今はって断られちゃって。リアマでは必要な素材を確保するのは難しいのかい？この辺りでも取れるって聞いたんですけど、そういう知識や技術を持ってる人やそういった職業に就く人も少なくなってて、報酬もあんまり出せないかも。それじゃあ、でも今の状態だとずっと困ることになるんじゃない？僕たちがリアマを去ったらまた同じことの繰り返しだよ。その通りですね。確かに一時的な解決にしかならないです。
そうすれば活気もつく手助けになるかなってね。癒しの力を司る女神、イーリュン様の信徒ということかな。はい、とても優しい、素晴らしい女神様です。その通り、後方支援だって必要な役割だ。前に出て戦う人は怪我をするし、そうなれば戦闘能力が落ちる。でもソフィアさんがいてくれれば効率的に活動できるはずだ。僕たちだけで漁師活動するよりもよほどね。
か？正確には魔物に襲われる前かな。魔物討伐が主目的じゃないのを忘れずにね。情報閲覧です。Thank you.